前橋盛り上げ隊担当の局長木村でございます。この番組は前橋を盛り上げていらっしゃる団体の方々をの皆様をお呼びしてお話をお聞きする番組です。今週は前橋中心商店街協同組合中心協の大橋さんです。はい、こんばんは。合ってましたかね。合ってました。合ってましたか。ありがとうございます。でさらに大橋さんともう一方お客様をお呼びしております。大橋さん、ご紹介をお願いいたします。はい、はい、今日の特別ゲストといたしまして、はい、弁天通り、商店街の理事長の岸さん、はい、今日はお越しいただいております。岸さん、こんばんは。はい、こんばんは。お世話になります。お世話になります。また今年初めてですよね、大橋さんね。はい、そうですね。はい、本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。早速ですけれど、まあ今日なのでもう初一の話題から、そうですね、はい、行きましょうかね。はい、もう昨日はかなり昼間からたくさんの方々がいらっしゃいましたよね。はい、本当に久しぶりに、早い時間から、ね、人出があって、うん、本当に混雑した初一だったかなって。そうですね。やっぱり条件がね、うん、いい条件が重なったと思うんですよ。そうですよね。まず、3連休の、はい、最後のお休みということと、うん、はい、それと、あとは天気が割と暖かくて、うん、はい、で風がなくて、非常にいい日だったということで、うん、もう、私の店を10時に開けたら、はい、こんな遅くていいんだろうかっていうぐらい、もう、人が、ゾロゾロ歩いてて、ね、今日は頑張るなくちゃっていう気合が入りましたね。はい。岸さん、どうだったですかね、この人。ですね、うちの、弁天通りもそうなんですけども、だいぶ通行してくれるお客さん、だるま市まで向かうね、うん、お客さんがだいぶいたんですよ。はい、ただ、露天商はちょっと少なくなって、少ないかなって感じはしたんですけども、うん、それでもお客さんはね、通行には増えてました。うん、でだいぶ遠くから来る方がいらっしゃいまして、そっちなんか特殊なね、うん、商売してるんですけども、うんうんうん、東京とか埼玉とか、はいはいはい、うちを目当てに来てくれた、うん、お客さんもいらっしゃいますね。はい、そうですね。ちょうど私どもでアンケートの調査やってたんですよ。はい、ラジオ聞いてますか、はい、という、はいはい、その調査したうちの4割ぐらいが前橋市外の、あ、以外の、ね、方でしたね。本当に埼玉の方も結構いらっしゃいましたね。で、あと、高崎とか、うん、伊勢崎とか、はい、まあ、この近隣のはですね、はい、周辺市町村の方来てたので、なので、それからすると、前橋市民だけではなく、うん、はい、あらゆるところから、あれですね、ね、そうですね。今、こういうね、昔ながら伝統があって、うん、昔から同じスタイルで何十年も続いているっていうお祭りって意外と少なくてですね、デジタルの時代でこういうアナログ的なことをやっぱり皆さんちょっと求めて、心の安らぎって言いますかね、なんかこう昔ながらのこう伝統のあるものにこう浸って、その時間と空間を楽しみたいっていう、そういう気持ちってあるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まあ、ちょうど3連休ということもあって、時間的な余裕もありつつ、まあ、こうだるまがいっぱいこう売ってるっていうのも、他のところから見れば、多分びっくりしちゃうんじゃないですかね。そうですね、まあ、高崎ありますけれど、ここまでっていうのはなかなか他ではないのかなと思うんですよね。まあそれもあって、昨日は本当にたくさんの人が、はい、昼間から来まして、はいはい、商店街もおかげさまで、うん、大変皆さん繁盛したと思うんですけれども、あと、福島屋さん。うん、ああ、やった。はい、はい、中央通りのお店があるんですけれども、まあ、臨時の出店ということで、まあ、そのだるま市にも会場にも出たんですけど、はい、ほぼ完売って言ってましたかね。かなり、賑わって皆さんにご支援いただいて、福島の物産が相当売れたというふうに聞いてます。よかったですね。ありがとうございました。ですよね。まあ、多分皆さんね、まあ、ちょうどこの時期なんで、まあ、何か少しでも協力できることがあればと思ってらっしゃる方多いと思うんですよね。そうですね。まあ、ちょうど本当に良かったのかなと思いますよね。で、さらに、夜人いなくなっちゃうかなと思ってたんですけど、うん、夜も、まあまあ、いらっしゃいましたからね。はい、本当に昨日はもう、朝から夜まで、大賑わいだったかなぁと、ね。まあ、これで、皆さん、
お金の方もいっぱい落としていただければ一番いいのかなと思うんですけれど、大橋さんどうでしたか。はい、まあまずはダルマだと思いますので、ね、ダルマの次に、はいはい、少し、お買い物を楽しんでいただければ、街の中も、それなりに、はい、ありがたいかと思います。まあでも人が来ない。そうです、ね。ければやっぱりね、やっぱりね、やっぱり街は昨日のように賑わってこそね、やっぱり街の魅力ってあると思うんで、やっぱりまあ日々ね、あの人手がその商店街で呼べるということは厳しいですけれども、でもいろんなことをこれから仕掛けていって、街は楽しい空間なんだというふうにね、思っていただけるようにまた頑張っていきたいと思います。そうですね。まあでもこうやって、まあ、実験じゃないですけれども。こうやって3連休で、ね、天気がいいと、あれだけ人が集まるっていうのが、まあ実証されたようなものでもありますからね。なので、まあ今後も、そういったイベントができたらいいなぁとね、思いますけどね。はい。はい。で、さらに、まあちょうど今月1月ということで、まあ、せっかく岸さんにお越しいただいてますので、弁天和生3日の日に、これやられてかなりあれじゃないですか。そうですね。賑わったんじゃないですかね。はいはい、弁天和生は毎月3日ということで、定期的に、行っておりますね。で、まあ、ちょっとこれ1月2月は寒いので、少しお客さんもこう低調になるんですけどね。ただ今度のこの1月の3日にはやっぱりお正月ということもありまして、お餅つきをしたり、山酒を振る舞ったり、まあ、そこに、プラスして、まあ、寄席をね、行いまして、初笑いということで、ですからちょっと雰囲気は少しこう、まあ、東京で言えば浅草のね、下町的な要素をこう取り入れたようなこうイベントをやってるわけですけども、まあ、今イベントと言いましたけど、イベントというよりは縁日をね、行うと、まあ、初一には、規模は全然違いますけどね、ちっちゃなイベントをまた縁日という形でやらせていただいていますね。そうですね。弁天和生3日と言ってもわからない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、説明しておきますと、3月く日に、弁天和生という、まあ、いわゆるその、なんですかね、朝市。というんじゃなくてね、まあ、弁天通りのちょうど中間に、大林山というお寺がありまして、そこに弁天様が祀られてますね。その弁天様はまだ30年ぐらい経たないんですけども、元は、江戸時代、堺の殿様が前橋に来られた時からずっと、ですからもう5、600年、その大連寺さんにあるわけですけども、その弁天様を一つ、その町の賑わいをどうしようかということを考えた時に、ただイベントでなくてね、こう縁日をしたいと。それでまた商人の原点に戻って、まあ、商売させていただこうと。それにはやっぱり物を作ってる人たちが集まって、それを販売したり、見せたりということをまず原点に考えようということでガスタートですね。まあ、平成16年から始まりましてね、7年経ち、まあ、8年目に入ったわけですけども、2月の3日がちょうど90回目になりますか、2月の3日にまたやるということになってます。すごいなと思うのは、もう90回、1回も休みなしなんですよ。とにかく雪が降った時もあると思うね。で、もう雪が降ろうが、雨が降ろうが、もう槍が降ろうが、台風が来ようが、とにかく3日は必ず、その弁天一、万世を開くということで、その、なんて言いますか、根性ちっちゃい大変ですけど、大先輩に向かって、それはもう覚悟と言いますから、それはすごいもんだなって、本当に思います。まあ、3日ですから、当然定休日もあるわけですけど、それは定休日でもやろうと。どんなに暑くてもやろう、どんなに寒くてもやろう、そこに出店される方は自由ですよということで、そんなに決めを作らないで、自由に、商店街で、そういった縁日ができる体制を作っていこうというのが原点になりますので、休んじゃいけないというのがもう、真にあるわけですね。まあ、一番僕はその成功してるっていうのはね、まあ、いろんな要素があると思いますけど、一つは岸さんが最初から携わって、ずっとその辛抱になってやってるっていうことと、やっぱり出る方も本当によく毎回ね、遠くから、で、倉淵の方から来てる方もいるし、富士見の方からも来てる、かなり遠くから来てますよね。僕は新潟から。新潟から。行きます。農家の方ですけどね。自分で作って、そのお米だったり、果物だったり、いろいろあるんですけども。
あのそれはもう自分で生産して、うん、自分のブランドとして売ってるわけですけど、はい、でだからもう自分の作ったものを売ってらっしゃるんで、うんうんうん、もう本当にその作った人の顔が見えるっていうのはそこにいるわけですから、うんはい、それはすごくこう安心感があるっていうか、そうですね、はい、面白いものもありますね。その商店の方々だけではなく、うん、他の方も参加できるという、はいはい、そういう今弁天通り自体が30店ぐらいになりますよ、はいはいうん、で出店される、うんまあ、3日の日にさ、うん、あの出店される方が20店から30店、うん、約倍になるわけですよね、まあですから、まあ、あの、にぎわいは、もう、その、出店されただけでにぎわいができてくる、うん。そうですよね。まあ、そこで、大体、あの、まあ、お客さん出る時間帯ってもあるんですけども、大体、あの、10時ぐらいから、お昼ぐらい、大体2、3時間がピークですね。そうですね。だから、あんまり長くやるからいいってもんでもないかなと思うんですね。お客さんがやっぱり、ぎゅっと楽しめる時間帯をね、あの、創出をしようということで、やっておりますね。見ててね、私があのもう一つ続いてる、まあ、秘密という秘訣といいますか、やってらっしゃる方が自分たちが楽しんでるっていうことがありますよね。でやっぱりいろいろコンサートをやったり、餅つきをやったり、そば打ちをやったりしてるんですけど、そのお仲間同士で振る舞い合ったりして、こうお話しして楽しんでるっていう、そこがやっぱり一番続いてる。結局物を作る、うん、そうするとやっぱりいろんなあのこう情報感がね、うん、できるということで、まあ、お客さんが、まあ、本来いてほしいんですけども、うん、いなくてもあの出展された人たちがお互いにこうコミュニケーションを取ったり、うん、いろんな情報交換したり、うん、そういう自由さもあるんですね、うん、ですから、まあ、やることにいろんな面であのこう意味があるっていうような、はいはい、そういうやり方に、まあ、やっとこう定着してきたかなと思います、うんうんやっぱりすごい時間がね歴史があるっていうか、うんそうですね、それでこそできるっていうことだと思いますよね。そうですよね、まあ、やっぱり長く続けるってことは、まあ、皆さんが協力しないければ続けられないものだと思いますしね、うんそうですねまあ、先ほどの楽しめるっていうのも、うんやっぱりいやいややるのはどうしても続かないんですよね。うん、あの義務的にやるとやっぱりもう、うん、こうなんつうか嫌気がさしたりもするんですけど、とにかく自由ですよと。うん、あのまあ出店はあの時間的には大体まあ9時から始めるんですけども、うん、その時間で間に合わなければ遅れても結構ですよ。うん売れても残ってないものがない売れないそれで早く買いたいって言えばそれはそれでも結構です。うんはい、でもとにかく自由にやってください。うん、で僕なんかもうその管理は全然しないんです、うん、ですから出店されたのが誰が出てるか全然あなるほど記録がないんです、うんうんその時その時に出られる方は出てください、うんうんうん、基本的には物を作る人に出てくださいというはいはいはいそういう意味ではあの弁天通りってあのいろんなお店がありますけれども弁天通りの特徴の一つっていうのは自分のところで作って売るっていうそういうスタイルのお店が昔から多かったかなと思いますよね。もうスタート自体が物を作っている職人さんが商売をするっていうような、はいはい、それは株を作ったり、ね、そうですね。その物を作る旅も作る、うん、だから昔のそういった生活用品が必ずそこで作られてる、はいはい、それをこう販売するということが原点でありましたんで、うん、だから原点は弁天通りの原点はそこまで来ないと原点じゃないと、うん、ただ専門店だけじゃない、うん、物を作ることが原点になってる、うん、だそれに、まあ、今空き店舗なんかありますけど、はい、そこに入っていただくにはそういうところが、うんあるということを知ってもらうのに、ね、そういうためにも物を作る人に出展してほしいということが前提になってますね。だからすごくあの前橋の商店街9つありますけれども、あの特徴のある商店街の一つだなと思うんですよね。で今その物を作るというお話をいただきましたけれども、街中博物館でも例えばあの関根さん洋傘店の関根さん、あのすごい古いあの手で回すミシンをあの出品いただいてますけれども、もうあの関根さん自身がもうその傘職人としてですね、今も現役であのやってらっしゃるってそういう脈々と続いてるところがありますよね。今もね全国いろんなところからお客さんが反物っていうか生地を持ち込んで、なるほど、それを傘にする、うんね、今一生懸命毎日作ってますね。ね
ちょっとあの町中博物館で NHK とか出たんですけど、お客さんが増えたって言ってました。よかったですね。でね、それをね、弁天通りのいいなってね、私思うのは、弁天通りって不思議な商店街で、まあ、不思議ってごめんなさい、木さんの意味なんですけど、そういう昔からの伝統を受け継ぐものづくりの精神も脈々とあるんですけども、非常にこう庶民的で、いい商店街なんですけど、まあ、悪く言えばちょっと古い商店街な、旧態依然としたところあるんですが、今その商店街に若い世代の人たち、30前後の人たちがすごくその面白いところだって言って商店街に入り込んで、カフェをやったり、それから米山ボタンさんの後ボタン屋さんがあったんですけど、そこがちょっとね、ご高齢になってしまって、まあお店を引き継ぐような形で、その若い世代の方がボタン手芸材料をやってたりね、そういうこう古いものと新しい人たちがこう融合してっていうか、そういうところがありますよね。うん、そうですね。そういうところ人間関係がね、あんまりこう謎のこう簡単に言えば簡単なんですけども、気持ちよくこう接点ができるような地域ですね。で、まあ我々商店商人ですけれども、代理さんの住職も、はい、非常に温厚で、いろんなものをこう受け入れてくれる体質がありますので、ですから、そういう関係でもやっぱり、通りが門前町として、非常に生かしやすい地域ですね。ですから、弁天バス停の時には合わせて、お寺さんで住職が講師になって、同様の会になったので、今、忙しい、住職も忙しい立場なんですけども、ほとんど東京に行ってて、こちらに今見えることが少ないんです。でも3日に来られる時は3日、3日でない時は1日ずらしたりとこういうことでね、そこでも7、80人の人が集まりますから、そうですね、今お話出た大連寺さん、副住職さんはこちらのコーナーで、シティ FM でもう大変有名人に今なっておりますけども、彼なんかもですね、すごくその町の文化と前橋の町の文化ってこうなんだよっていう発信するのに一生懸命やってくれる。そうですね。で、大連寺さんのお寺さん自体も今岸さんの話にあったように、いろんなことやってますよね。そうですね。歌声喫茶とか、映画も、本堂でやったりね。だそういうお寺っていうのはこう、核あるもんだっていうのを実践してらっしゃるっていうかな。町の中のお寺としてはすごくありがたい存在だなと思いますよね。もうとにかく来られる人は拒まない、子供さんでもどうぞという形で捉えておりますのでね、桜が咲けば、桜の花見でどうぞと、はい、また紫陽花が咲いたり、ね、あとは有名な月見草ですよね。そう、住職はもう好きでね、はい、月見草を育って、これ見せていただいて、七夕の時はちょうどそういう風に行ったんですよね。はい、もう時間単位で、いつ、見たことありますか、局長。瞬間が見られる、入り口のところにあれじゃないですか、時期になると、こう並んでますよね。そうそう。それは、見かけますね。あと中にね、ちょっと目立たない、水金窟なんてのもあって、音が聞けるようになってますね。あと、有名なところでは、江藤エモ、なんですか、エモ七さん。その方のお母さんのお墓が中にあるんですね。いろんな子供を対象にすれば、子育てどんじょうさん、どんじょうさんも祀ってあって、これは毎月8日が縁日なんですけども、ちょっとそれには商店街はまだ絡んでないんですけど、子供の、子供を対象にできる。で、また、やといむしさんの七十七士ことで、母の日のことも何かできるのかなと。いろんな要素はありますから、引き出せばいろんなものが、この町の中で活かせるのか。そうですね。お寺はもう昔は集会所だったっていうようなね、表現をしてらっしゃるところもありますけれど、それだけ本来は身近な存在だったのかなと思うんですよね。それをもう一回そういう形でお寺さんと我々の接点をどうやって取っていくか。で、先ほどの落語もそうなんですけども、大連さんでは11月3日が弁天様の大祭になるんですけども、その時に合わせて、去年は11月3日に落語をやったんですね。それは弁天寄席ってですね。で、それと今回大七さんでやっている大七寄席、これも一応弁天通りが主催ということ
ことでやってます。でこれはそのお茶屋さんのせがれさんで三遊亭流楽さんという方がいらっしゃいまして、はいはい、その方がやっぱ街の中のもっと賑わいが欲しいねということで、私も協力をさせてくださいということで去年から始まりました、1月3日で第4回でこれからまた今年も4回やっていこうと、非常にそういった形でいろんな人たちがね関わってくれるし、協力的ですよね、先日の3日の日はいかがでした？実際に初めて、ね、3回やったんですね、1日に、いつもだと2回テレだと2回でやるんですけど、3回とにかく試しをやってみようと、初笑いですからこんな時間でこう聞けるのがいいんじゃないかということで、やったんですけど、どうしてもやっぱり、3回でやるとみんなこう分散するんですけどね、合計人数とすると65人ぐらい来られまして、今までやった時でも大体70人ぐらい、2回やっても半々で大体35、36ぐらい、そのぐらいで来られるんですね。でもよくね、そのもう4回目でもやっぱりおなじみのお客さんもね、いらっしゃいますし、よくお出来になってくれるなということで、より感謝してますけどね。おなじみさんが非常に多い商店街と思うんですよ。弁天ワッセも、もう90回もやってますと、お客さんの方が知ってて、あの人がそろそろこういうもの持ってくるっていうのをちゃんと知ってて、それで買いに来るっていう、見ててね、そういうパターンですよね。だからみんな顔見知りになってて、お客さんもちゃんとついてて来るっていう、そういうパターンですね。まあ、今常連さんがもうちゃんといらっしゃって、だからまあ、とにかくその新潟来る、から来る人も大体まあ持ってくる、トラックいっぱい持ってくるんだけど、ほとんど帰りはも帰りがないっていうのがね、それぐらいで売れてる、やっぱり固定客ですね、それからちょっと一般のおじさんなんだけど、おでんを作って、毎月やってるんですけど、本当にスタート9時ぐらいスタートするともうすぐ1時間でなくなっちゃうからね、有名ですよね、本当に有名になってきたね、やっぱ継続はね、力っていうのはね、本当に確かだなって思いますよね。まあ、3日っていうのがこう、わかりやすいっていうのもありますね。3日ってことは、弁天様の、その、三、み、みの、蛇。なるほどですね。あ、みのしの、み、で、み、なるほど。で、3日に。なってるんですね。で水の神様ですし、まあ、いろんなことで、一番七福神の中で効能が多い神様ですね。いろんな効能があって、まあ、ちょうど入り口でね、ライブやったりしますけども、あれもやっぱり弁天様っていうのは音楽の神様ですね。まあ、そういうことでも音楽との関わりもあるし、延命とか、財産とかね、いろんな効能があるんで、できればそういう形でその弁天様のね、お参りもしていただけるとありがたいなと、ちょっと外やたら出過ぎちゃったんで、なんですか、お参りする方がね、少しこう離れてきちゃってるので、今後そういうことがね、どういうふうにこうつなげられるかなというのが課題になってますけどね。また弁天ワッセっていう、ワッセっていう語感がいいですよね。そうですね。こう非常にいい命名をされたなっていう感じがしますね。スタートするときに、じゃあ何、どういうふうなネーミングをしようかと。まあ、弁天通りの弁天様で。でじゃあワッシュでやろうかって言ったら、大連寺の住職はワッセがいいんじゃないですか、ね、なるほど、ナイス、それできました。そうですかね、まあ、楽しい雰囲気ありますからね、名前だけでですね、なんか勢いもあるし、お祭り的なね、もちろんそのみんなでこう一つにまとまろうっていうようなね、そういう感覚がありますよね。まあ行ってみようかなと思えるような名前に、ね、最近はちょっとその弁天ワッセにあやかって中央ワッセにひっそりやらせていただいて、これもでもねもう6年になりますかね、でこれまたファンができてまして、鈴藩さんっていうカバン屋さん、老舗のカバン屋さんの、大奥様が作る桑町のパウンドケーキなんていうのがあって、これまたね、ファンの方がいて、すっごく美味しいんですよ。でもすぐこれも、
20分ぐらいで売り切れちゃうって言ってましたね。だから少しこうあやかって中央通りでもなんとかあのネットですよ、もうちょっと盛り上げてご支援できればなと思って始めたのが大変こういい雰囲気になってきまして、もっとお互いがこうこれからねこういろいろ密接に連携してできればなーなんて。で中央バスも同じ日を同じにして毎月3日ということで水曜日でもやってます。まあもうこういう時代ですからね、みんなで協力して、ね、いいことはみんなでやろうと思う、うん、そうそう楽しいことはね、うん、そういう時代に入ってると思うんですよね、うんうん、だから店の側も遊び心がないとやっぱりお客さんっていうのも分かりますからね、うん、やっぱりただ売られてるっていうことだけだとお客さん飽きてしまうし、うんうんうん、やっぱり一緒に遊ぼうよっていう雰囲気を作っていくのがね、うん、そうですね、いいかなと思います、ね、ですよね。まあもう弁天通り中央通り、はい、もう次も同じ縦も同じですね、ええ、もう横もみんな、ね、みんなつながってね、まあそういう時代になってきてるかなと思いますんでね、うん、まあ私個人的には私子供いるんで、できれば休みの日がいいなと思うんですけど、あ、はい、まあ日曜日当たることもありますね。なんで本当に日曜日当たるときは行きたいなと思いますんでね。まあそういう時にはまた子供を対象にした何か、はい、ものを考えそうですね。特に町の中に駄菓子屋さんもあります、はい、でそこでよくねベイブレードですか、あれの、ね、大会をね、すごい盛り上がりましたね。それもそういうことも一つ町の中にね、子供が言われるような場所と、そして街があるんだよっていうことを、うん、やっぱりもう少しこう情報発信して、そうですね、子どもさんが集まれる機会を作っていくことだと思って、そうですね、ありがたいですよね、はい、ちょっと時間がなくなってきちゃったんですけど、はい、今日特別ゲストで、はい、弁天通り商店街の岸理事長に、はい、一緒に同席していただいてるんですけど、はい、ちょっと岸さんのご商売といいますか、はい、少しご紹介させていただきたいと思うんですけど、皆さんね、岸理事長っていうのは多分よくわかんないと思うんですけど、うん、そうですね、弁天通りの豆善さんっていうのは、うん、あそこのお祭りの、そうですよ、前橋市民とでもう南米踊りとくれば、ね、はい、超有名、もう私も鳴子買いに行こうかなと思ってたところなんで、はい、はい、その豆善さんっていうのもちょっと面白い名前かなって思うんですけど、どういう言われかも含めてちょっとお話しいただき、はいはい、まあちょっとまあじゃあ自己紹介的にやらせていただきたいと思うんですけど、はい、まあ豆善今お話ありましたけど、今お祭りの品物扱っておりますけど、一番のスタートは豆屋の、そのスタッフの、うん、まあ、人間がですね、善八っていうおじいさんなんですね、うん、で豆善で豆を扱う豆善というような形でスタートします。で途中で、まあ、時代が変わるとともにいろいろ扱う商品も変わってきて、うん、まあ、時には小切れって言いますかね、反物の端の掘りとか、うん、それから、まあ、既存があったりする、うん、そういうものを販売することにもあって、うん、あとはその、まあ、よく富士見の方で野良仕事をするということで、そういった野良着的なものを使ったり、うん、した時代もあったしですね、その後が今度は呉服を少しやり始めた、うん、そして今はお祭りにしている、うん、で今、まあ、4代目なんです僕はね、はいはい、代々やってることがみんな違うんですよ。で別にうちはもうスタートしたことをずっと続けていくなんてことは全然考えてなくて、だから次の代に渡す時はその次が考えてくる、うん、でもある程度関連をしていくといいなということで、ね、うん、はいはい、こういう形で店を今やってます。何年なんですか。もうね、4代目っていうことも考えるとね、ちょっと100年ちょっと経ってるかな、そうです、ね、スタートが明治だと思うんですね。はい、もうお時間がなくなってきてしまったので、ぜひ岸さんにまたもう一回、ちょっと話して、ありがとうございましたので、はい、ぜひまた。もう一回ぜひ来てもらうように、機会をお願いしたいと思います。はい。すいません、本当に今日は、この新年の早々来ていただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。また、来月ですね、はい、大橋さんの方にはお願いしたいと思います。また来月はまた、ゲストを考えておりますので、はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、どうも、お疲れ様でした。